自民党の憲法9条改正案は良くないですよ。あれ公明党のせいですからね。憲法9条改正しませんと、9条1項2項はそのまま残して3項書きますってわけですよね。もう完全な公明党対策ですよ。これっていつか来た道じゃない？96条って言われてみんなシュンってなっちゃったのと同じじゃない？まっさらな時にね、書き直せばいいじゃない。日本は軍を持つと。ただし侵略戦争には使わない、侵略を受けた時に、国を守る時にしか使わないと、そういう趣旨のことを書けばいいだけですよ。そんな9条の文言自体が日本語としておかしいし、みんながいろんなね違う読み方できちゃうんだから、人によって読み方が違っちゃう条文ってやばい条文ですよ。次総理大臣になった人が俺はこう読むとかできちゃうんだから。だから公明党の配慮なんか、それがダメなんだよ。96条の話と一緒でそれがダメなのよ。いや9条なんかじゃ国守れないと。じゃあ国を守るためにはどういう条文が必要かというふうに書けばいいだけの話じゃないですか。日本は戦争を放棄しますよと。でもそれあくまでも侵略戦争を放棄するだけであって、自衛戦争は放棄しませんよ。自衛戦争をするための軍隊を持つ、それでいいじゃないですか。そうすればみんなふむふむと、そうだよね。で日本の戦争放棄は変わらないし、あくまでも国防の戦争にしか使わないっていうふうに明記するわけだから、なんか9条変えた途端侵略戦争するんでしょうなんていうふうにも言われないしね。だから結局公明党配慮なんですよ。いらないでしょそんなもの。すごいテクニカルだよね。憲法9条変えてませんと、書き加えるだけですって、ダメだよねこれ。でもね、自民党が党内手続きを踏んで作っちゃったやつだから今更変えられないんだって。私は別に変えたっていいと思うけどね。